皆さん、こんばんは。ハルトインターチュジャーズクの岩田と申します。えー、本日ですね、えー、ファーストラウンドの締め切り間近ということで、えー、9月8日、1週間後のファーストラウンドの締め切りがまだ間に合うということで、最後の星をしたいと思っております。えー、ラウンド1ですね、ファーストラウンドが9月8日、ちょうど1週間後ですかね、に最後の締め切りが来ますと。そうすると3つ主なメリットがあって、1つ目が、トゥーションロック。 つまり、授業料の値上がりが免除、えー、になりますと。例年、えっ、ー、と、授業料がだいたい数パーセント値上がりしているんですが、おそらく来年は、えー、もっと値上がりするんじゃないかと言われているんですが、その値上がり分が、えー、防げて、今年の授業料で来年勉強できますと。二つ目が、えー、最初のファーストディグリー。こちらが最大で40%。さらに、二つ目のデュアルディグリー。こちらは全額100%が、えー、おりますと。 最後三つ目が、えー、来年の1月に早めにスタートしたいという場合は、MIB、つまり若手社会人向け、もしくは学生大学診察の方向けのえプログラムの入学ができますとで。その場合ですね、書いてある通り、10月6日にも早めにオンラインでスタートすることもできますし、えー、来年の1月9日にキャンパス、こちらはサンシスコ、もしくはロンドンでスタートできますと。 で、このメイトとしては、例えばですね、えっ、ー、と、ボストンキャラフォーラム。こちらは今年の11月に開設されるんですが、そちらの参加資格が出るので、もう早めにスタートしたいと。なれば、この MIB、若手社会人の方向けは、すぐに、まずは申請いただけと思いますと。さらにですね、えっ、ー、と、アルファの方、えー、限定の保証で、えー、3000ドル。さらにプレコース。こちらはですね、えっ、ー、と、もし仮に、えー、プレコース行きたいと。 いう方は、その方が文系分け、限定の7000ドルから1万ドルと。これを保証しておりますと。さらに2つ目のデグリー、デュアデグリーも全額2万7000ドル賞金を下りると。で、ファーストデグリ、こちらはですね。これらを含めて、最大40%狙うので、9月8日ですね。までにアップロードを上げると思います。特にですね、m y b の人気が最近増えてきていて、例えばですね、えっと、1月。 あの、今年1月にスタートした方が、えー、例えば2人。えー、彼らは先々週ですかね、卒業式を迎えた方々なんですけども、例えばですね、1人目の方は、えー、MIB を卒業されたばかりで、もうすでに香港のヘッジファンドでインターンをしてとか。もしくは2人目の方はですね、も同様に MIB を卒業されたばかりで、えー、米系投資銀行の IBD マーケット部門のサマーインターンを総なめ。ということで、ゴールド・マサックス、JP ・モルガン、シティ、ワンコメリカと、すべて内定をもらっている。 そういった実績をですね、1月の方も、すでに出していると。いうことで、皆さんこういった方に続きたいのであれば、まずは、親切だと思いますで。さらにですね、卒業式を迎えた方々の実績がどんどん毎日ように降りてきている。例えばですね、いわゆる投資銀行もそうなんですけども、メタ、いわゆるフェイスブックの本社ですとか、最近はブラックロックのアメリカ採用とか、テスラゴー g o l ンサックス a c ーファイ f 本社。こういった方々が世界中どんどん出てきているので、 皆さん続きたいというのがあれば、えー、この9月の8日、ちょうど1週間,間ですねまでに、やる方にすぐにお申し込みいただければ、まだですね、チャンスがあると。来年最短で、ね、MIB は1月入学。来年の9月入学も始まっているので、ぜひこのハーファーストランドで挑戦いただいて、ぜひオーバーを目指していきたいと思います。よろしくお願いします。